まよっちゃん、今これどこわかんない、下時内町わかんない読み方あってでも違うよね。今ね、いわき向かってるなんかね、さっきね、あと70何キロってなってたから、うん、2時間ぐらい、2時間かかんないか、1時間半ぐらい。ちょっとね、あれだよ、1時半から走ってるからさ、430で430。待って、これどっから入るの？パイロンじゃまだ入れないじゃん。どうすればいいの？あ、そうなんだ。ちょっと待って、これひどいよ。ちょっとね。よいしょ。すやきついでに休憩しますかね。全然ね、そうしよう。さあ参りましょう。よいしょ。参りましょう、参りましょう。すずも焼いたし、ご飯も食べたし。よいしょ。お、ちょうどいない。ラッキー。さあ、のんびり参りましょう。ね。やばいね。そろそろ混んできちゃうかな。天気がいいね。あ、車線なくなる。ごめんね。ブツブツ喋ってる場合じゃない。日立来たよ。日立来た。日立来たじゃなくて、日立来たよ。ここね、飛びん時、去年かな、2月ぐらいにね、1ヶ月ぐらい来てたかな。うん、懐かしい。毎日通ってた。現場がインターの近くでさ、ベトナム人の子を連れて2人でね、来てたよいや、まさかトレーラーでここを通るとはね。
って相変わらず住宅海、あ、カメラこっち見てるから見えない。海だよ、海。いわきあと30キロぐらい。え、どうやったら海映る？あ、ここちょっと右に行くみたいな。よいしょ。ほら、海見える、ヤシの木。海。あんまり見えないね。すげえ綺麗。疲れちゃん。今帰り道、いわきの帰り道。ここで何パーキング？わかんない。忘れた。本当ね。あ、前にも同僚者さんいる。一瞬。何パーキングだろう、ここ。わかんない。教えて、誰か。ね、昨日本当はね、動画出したかったけどさ。ちょっと早く帰って寝ちゃったからね。昨日のやつはまた土曜日とかさ、日曜日出そう。お疲れちゃん、ただいま。帰ってきたよ。いわきから。遠かった。本日の走行距離は490キロ。なんか顔赤い。なんじゃこりゃ。ライトほら。ほら。あ、こっちの方がいいか。こっちの方がいい。頭またカツラみたい。昨日はね、いわき行ってさ、そう。で、昨日ちょっと出したかったんだけどさ、ほら、今日、あ、昨日いわきだね。昨日、あそこ。栃木。昨日もそこそこ遠かったからさ、寝遅くなって、今日いわきだから、もう、出す暇なくていいや。昨日のやつはさ、もったいないからさ、何もしないから明日時間があったら明日くっつけて明日か明後日ぐらいに、2、3本、4本ぐらい取れるんじゃない？いっぱい取ったからさ、昨日さ。4本ぐらい作品になるんじゃないかしら。わかんないけど。とりあえず明日出す予定。ね。でさ、よいしょ。今日もなんかね、いっぱい取ったんだけど、なんか、ほとんどカットしちゃった。さっき繋げて、もうこれもいらない、これもいらない、これもいらないって言ったら、いつも通りの感じになった。ね。なんだっけ、なんかさ、なんか話すことあった気がしたけど、忘れたからいっか。ね。そう。だからさ、あれ今日金曜日でしょ、今日金曜日。ね。そう。明日はね、校内だからさ。ゆっくりだよ。とりあえずね、今日はもう早く帰ってお風呂入ってね、寝ましょう。ね、忘れ物はない。ない。忘れ物ない。
じゃあもう帰るからね、帰るからね。電気開くとほら酔っ払いみたいになっちゃう、ね、あ、やばい、よいしょ、よし、じゃあとりあえずね、忘れ物はこれはね、あ、これは明日食べる。なんか今日も暑かったっぽいけど、ほら今日ほとんど運転してたからさ、わかんない。で、トラックから降りたらもう涼しいしみたいな。涼しくはないか。なんか湿度がね、蒸し暑いね。じゃあそんなわけで、じゃあ皆さんまた明日会いましょう。じゃあお疲れちゃん、帰るからね。バイチャーバイチャーバイチャーバイバイキーバイバイキー。こっちの方がいいじゃんね。取り直そうか、めんどくさいからいいや。こっちだ、お疲れじゃーん。